よく来たな。見上げたもんだ。そうか、龍拳をな。すなわち兄者はまだ山ごもりというわけだ。ああ、龍拳を俺に託して山にこもったきり一年が経つ。親父の求める境地など俺にはわからん。やがてわかるだろう。さすがに城の息子よ。お前の腕もそう捨てたもんじゃないさ。片や追なす暗黒拳黒龍丸は里に置き去りということか。黒龍丸は龍の一族に伝わるも、その魔力の家に封印された刀。何人も触れることはできない。それが掟だ。無論、しかしそれは宝の持ち腐れというものだ。魔力こそが刀の進化よ。いや、差し出がましいな。俺は龍の一族ではない。手の者が情報をつかんだ。里を襲ったあの暗黒の侍はヴィゴル帝国の重機卿、その名はドーク。神聖皇帝とやらが的を黒龍丸の力を我が物にせんとしたのだ。
ゾーク。神秘のベールに包まれた異形の戦争、神聖ビゴル帝国。鎖国的な排他政策のゆえに入国ルートは限られている。首都タイロンへ向かう飛行船はそのわずかな間口の一つ。そこ動きなさんな、わからなくなってしまう。あ、はい、あ、いでやる、やっからしゃってある。はい、いらっしゃい。私はハンター、魔人つぶしのレイチェル。
あれが魔人ってやつか。めったに見るものじゃないけどね。もともとはどれも人間だった。人間？素質の問題よ。そうなってしまう人は避けようがないわ。悪人だろうが善人だろうが。お前も並みの人間じゃないな。複雑よね。あなたは？ゾークという銃器を知っているか。居場所が知りたい。どういうこと？奴を殺す。何を言ってるのか分かってるの？殺せるならとうに私が殺してるわ。あいつは私から妹を奪ったのよ。魔人の騒ぐ夜ね。どうやら話が合わなかったらしい。気にするな、ただの通行人だよ。ま、ドークとやらの話はうまくいってほしいもんだな。ああ、そうだ。レイチェルのことはよく知ってるがね、いい子だよ。混沌が全てを支配した時代、全ての古代氏族の血は混ざり合い、その形質が魔人へと受け継がれている。掃除の姉妹神、破壊の神ニケ、そして創造の神イシュタロス、彼らの形質は新たな魔人族の覚醒を誘う。魔人として覚醒せし魂は死をもってのみ解放される。死をもってのみ。一体どういう人なの？人間とはかけ離れた強さだわ。忍者は所詮人に過ぎない。お前の血とはわけが違う。本気でそう思うの？私だって昔は普通だと思ってた。でも実際はそんなんじゃなかったって悟ったわ。双子の妹が呪われて銃器鏡になり果てるところを見た時にね。闇の住人よ、今の私は。どうか。アルマは闇の魔道に見入られて、そして落ちた。魔人は闇に潜み、邪悪に突き動かされる惨めな存在よ。救われる道は一つだけ。殺すのか？妹を。アルマを殺すわ。そのためにハンターになった。この総員の地下には、確か…こいつも魔人か。
こんな化け物見たことないわ。なんだか変よ。やたらに数が多いのも。あやめか。無頼に使われているようだな。魔人の増長は黒龍丸のゆえ、かの刀未曾有の的にして邪悪なる者に計り知れぬ力を与えましょう。この地へ至り、その魔力尋常ならず強まっています。私も血が騒いでた。血は全ての人間を支配し、魔力はそれに刺激する。アヤネ、レイチェルを頼む。わかりました。デュウ、この総員の地下には神聖皇帝の居城ザルカンへの抜け穴があるらしいの。ドークもきっとその先に。ガンモーフ、黒龍丸の力が尋常ならず増大しているというはまことか。まず間違いありませんな、国士体系閣下。この地へ足を運んだこと無駄にはなるまいな。もちろんです、閣下。私はいついかなる時でもいい加減なことをお伝えした試しはありませんでしたな。さもあらん、力はよもとんだ見落としをしていたというものだ。強い、美しい、姉妹揃って最高じゃないか。ガモフ、もっとも青木の方は鼻っ柱が強い。アルマは素直でいい子だよ。毒獣気境もお喜びだ。貴様、俺の目に狂いはなかった。
妹を殺すなんてできない。内務省帝都治安維持局、東北総員が攻撃され壊滅的被害を受けた。ピゴル自由同盟の犯行と推定。台湾市街封鎖を要請する。それは、重機卿には心があるということか。ええ、魔人になっても精神を失わないもの。重機卿はたったの3人、ドークと妹、そして皇帝を守るやつが。俺のそばにいるのは危険だ。お前もすぐにここを立ち去れ。レイチェルよ、アルマの痛みを思わばここで殺すべきなるも、お前には価値もあろう。未熟なるアルマに地獄の覚醒をばもたらす贄となるのだ。血を分けた双子の姉なればこの上なき生贄となる。アルマのために身を捧げ、惜しいからその魔人力、魔人となり獣鬼教ともなりやがらば、アルマに劣らぬ器だが、まあ、これまでだ。
守れなんだ、あの小僧か。まだ死に足りぬと見える。黒龍丸はどこだ。ここにはない。神聖皇帝の身元よ。お主たち竜の一族の血は我ら魔人と変わらん。血塗られし古代神の流れを汲む地底の眷属にして、神聖皇帝の御ためにこそはべり奉るのみ。我が怨念は不滅。怨念を持ちてアルマに地獄の覚醒をばもたらさん。女、妹がさぞや惜しかろう。地獄の覚醒。その辺をうろうろしてますよ、国主体系閣下。何やってんだかね。黒龍丸は、単純な話、封印が解けた黒龍丸は徐々に戦乱の気を吸い、真に的を溶かしていくようですな。しかも龍拳とは裏と表共鳴し合い、力を強めていく。黒龍丸を作った古代の人間はカモフラージュにも怠りなく、的には見えなかったのも無理はない。いや、的なんかではなかったというべきか。今や未曾有の的となり、あれさえあれば。お前も欲しくなったか。ご冗談はかっか。賢明だ。お前の忠義に対しては十分な報いを約束しよう。
倒せるか。 彼は何を見出すの？復讐。
囚人の充足、それとも真の戦いはこれから始まる。
さすがだ、イルよ。ここまでやるとは思わなかった。だが、黒竜丸の力はお前にとって無用の長物。わかるか。今や黒竜丸は真に的となった。国士隊計画家はまさにこの時を待っていたというわけだ。礼を言うぞ、竜はやぶさ。ガモフ、お前はよく働いた。もらう。依存はないな、弓の忍びよ。弱は消えた。